こんばんにちは、メロディーです。今回はね、珍しくね、踊り子をやっていこうと思います。で、なぜ UR 衣装を当てたのに SR 衣装を使っているかっていうと、ぶっちゃけね、私この SR 衣装めちゃくちゃ気に入ってて、フロートよりぶっちゃけこっちの方が好きなんですよね。はい、まあという感じで解読していくんですけれども、ね、白クロム状なんでね、飛んでくるんですよね。もうぶっちゃけさ、これ飛んでこられてたらもう逃げようがなくないですか。どうしようもない。まあそんな感じで見えていきます。ここでオールボール使って、原色オールボールってめちゃくちゃ強くないですか。だってもうめちゃくちゃ遅いから絶対割らないといけないし、割るってなると結構だるいっていうことになるし、まあそんな感じでね、踊り子めっちゃ強いじゃんとか思いながら中止していくんですけど、ここ危なかったですね。もうちょっと奥まで入り込まれてたら死んでますね、これ。でね、ここもアオールボールによりギターと走行を払う。で板とかオールゴールとか割ってたんで、もう一個オールゴールを代わりして、ここ仕切りに仕切りましたね。ちゃんと板当て狙えばいいのにかかわらず仕打ちされたんで仕切って倒しました。で、まあポジションまた変えて、この板で走りそうだなって思いつつ、ここは危ないですね。ここもなんか多分もうちょっと奥まで入り込まれてたら当たってますね、これ。まあそんな感じでぐるぐるしてます。この時のね、人格6なんでね、的枠こうやっても加速しないんだけど、加速すると思ってここ乗り越えたんですよね。完全に間違ってますね。まあね、ここでまた板開けてもらって板加速はね、あの36でも切ってあるから、なんか忘れてたんですけど、本当にいや、よく考えたら364けーっていう、なんで36の時にかけって注意してるんでしょうね。パトリシアちゃんの時は逆になんか救助を任せられることが結構多かったりするので、なぜなんでしょう、謎すぎる。で、ここで、あ、A3 じゃんっていうことに今更ながら気づく。あ、傘投げてくれてよかったわっていう状態になって、次は白黒さんもさっさと超えちゃえば、偵察切られるからチェイスできなくなったんで、多分白黒さん自身も忘れてたんですよね、偵察が持っていることで。2人ともね、偵察のことが好きで、ここで追加もできたって言われたんで、普通に撫でられに行こうと思ったら長考さんが壁に来て、なんかちょっとビビりましたね。危ない危ない、まあ、超高士が殴られてもよかったんですけど、無駄に節を作ってもよくないっていう感じですね。あ、ここもし、墓場としてチェイスしてます。うちで白黒をここ苦手なんですよね。次に当たったら終わりだし、でここは普通に単に読み分けて倒れてしまいます。まあでもね、結構時間稼げたんで、みんな逃げるというのはね、結構みたいですね。逃げられます。なんだかんだ言って、占い師の袋を使わなかったことだけが心残りですね。ご視聴ありがとうございました。